戦艦武蔵武蔵は、大日本帝国海軍の大和型戦艦の二番艦。艦名は武蔵国からちなんで命名された。この名を持つ、大日本帝国海軍の艦船としては三隻目に当たる。大日本帝国海軍が建造した最後の戦艦でもあった。1934年12月、大日本帝国は、第二次ロンドン海軍軍縮条約の予備交渉が、 不調に終わったことを受けて、ワシントン海軍軍縮条約から脱退し、列強各国が軍艦の建造を自粛していた、海軍休日は終わった。1936年12月26日、上田宗市海軍艦制本部長が、三菱重工最高幹部を招き、3計画における巨大新型船艦建造について、事前準備を依頼した。 1937年開催の第70回帝国議会で予算が承認され、3月29日に計画名 A140F6 から第1号艦、第2号艦と仮称された。9月8日、海軍管制本部から三菱重工業に A140F6 が正式発注される。予算見積もり折衝を経て、1938年3月29日、 第2号艦の建造が始まった。三菱重工業長崎造船所建造の船艦としては、混合型船艦の霧島、伊勢型船艦の日向、加賀型船艦の土佐、天城型順用船艦の高尾に続いて5隻目となるが、土佐や高尾の4万トンから、大和型6万5千トンへの飛躍には、仙台拡張を含めた技術者の研究と努力が必要だった。 武蔵氏は、設計段階から、司令部施設の充実が図られ、大和で弱点と指摘された、副砲等周辺の防御力も強化された。武蔵氏の偽装員だった、千葉屋正隆によれば最上型重巡洋艦から、転用された副砲の装甲の薄さは特に懸念され、有馬薫偽装委員長と共に、副砲の撤去を訴えている。完成本部の清水技術中将が、 山本五十六連合艦隊司令長官に、複報の防御力問題について相談すると、山本は、複報を撤去して蓋をすればよいと述べた。これについて、牧野茂は、山本と清水の会談は知っていたが内容について、までは知らず、検討に値する提案なのに惜しいことをしたと千早に、語っている。また、司令部施設の充実について、千早は、暴論。 経験を書いたと評している。1942年1月、連合艦隊司令部から、拡張要求があった時点で武蔵は、ヤマトと同じ内部構造だったが、内装の変更に駆逐艦一隻分の工事費、増加、3ヶ月の竣工遅延が生じた。宇垣き連合艦隊参謀長も、ヤマトに比して、当司令部の意見に樹皮改善せられたる、点。 相当王子と記している。姉妹館の大和や、百十号館同様本館の、建造は、極秘とされ、偽装員は、長崎造船所を取得した、有馬事務所に勤務するよう命じられた。機密に対する警戒は厳重で、有馬香る偽装院長ですら、腕章を忘れると検問を通過できなかった。外部に対しては、様々な方法で武蔵を隠す手段が取られた。 先代の周囲には漁具に使う手炉を用いたすだれ状の目隠しが全面に張り巡らされた。全国から膨大な量の手炉を極秘に買い占めたために市場での著しい欠乏と価格の高騰を招き漁業業者が抗議。警察が悪質な買い占め事件として捜査を行ったとされる。また、手炉の目隠しが先代に張り巡らされると付近の住民らは ただならぬことが、造船所で起きていると噂し、建造中の船体を指して、お化け、魔物と呼んでいたという。また、対岸には、アメリカ・イギリスの領事館があったため、目隠しのための遮蔽用倉庫を建造するなど、建造中の艦の様子がうかがい知れないような対策を施した。長崎住民に対する監視も厳しく行われ、 造船所を見つめていると即座に出席を受けて、体罰を受けたり、逮捕されることもあった。造船所を見渡す高台にあったグラバーティや香港、上海銀行長崎支店を、三菱重工業が買い取るということも行われた。また、機密保持のため、海軍機は1940年3月頃から、陸軍機は1940年4月から、長崎市上空の飛行を禁止された。 一番艦のヤマトよりも遅れて寄港されたムサシには、ヤマト建造中に判明した不具合を改善して反映させることができた。これらの改善の中には、第一環境左右の大型スポンソンなど、後にヤマトの方に追加されたものもある。しかし一方で、ドック内で建造されたヤマトと異なり、仙台上で建造されたムサシは、 先代から海面に下ろし浸水させるという余分な工程を抱えていた。重量軽減のため、原則や主要防御区画の走行を浸水後に取り付けたほどである。さらに工事の途中で太平洋戦争が始まったため、完成予定を1942年12月から同年6月に繰り上げる命令が下された。これらの経緯は、吉村明の 戦艦武蔵及び牧野茂る、小賀茂和監修、戦艦武蔵建造記録に詳しい、厳重な機密保持に加えて、新人製図工による図面紛失事件や、熟練工でも困難な浸水台の作成など、建造には常に障害が相次いだ。浸水時には、船体が外部に露見してしまうため、当日11月1日を防空演習として、 付近住民の外出を禁じ、付近一帯に、憲兵、警察署員ら600名、佐世保鎮守府海兵団、隊員1200名などを配置した。このような厳重な警戒体制の中で、伏見宮広安大元水、及川小四郎会将、豊田添江武官政本部長らが列席のもと、浸水式は挙行された。皇族の伏見宮広安王でさえ、平服で式場に入り、 その後、軍服に着替えるという徹底ぶりであった。浸水時に浸水台を潤滑にする、重視の調整、製造にも多大な労力が必要だった。秒差を、あらかじめ原則用の重りとしてつけ、長崎造船所、第2船台から狭い長崎港内に滑り込んだ、武蔵の船体は、聖堂までに44メートル余計にかかったが、予定通り完備をやや左に振って停止した。 無事に浸水し、関係者は涙が止まらなかったという。浸水時、周辺の海岸に予想外の高波が発生した。周辺河川では、水位が一気に30センチ上昇したところもあり、仙台台岸の波の平地区の民家では、床上浸水を生じ、畳を汚染したとの被害報告も確認されている。浸水式は映像として記録されたが、 終戦時に焼却された。同日府をもって、正式に、武蔵と命名。なお、軍務局の寺崎隆次や、及川大臣の秘書官として、浸水式に参加した、福地信部によれば、武蔵の存在を、排水量4万トン程度の戦艦として世界に、公表する予定であったが、豊田官制本部長の反対により急遽中止された。浸水後は、 日本郵船の大型貨客船カスガ丸に隠されながら移動し、向島偽装岩壁で工事が進められた。関中央部ンに設置された司令部施設に関しては、ヤマトを建造中のクレコが内装への自信を持てず、豪華客船建造の実績がある長崎三菱造船所に依頼して、武蔵と全く同じ調度品を揃えて、ヤマトに搭載した。それでも、 武蔵の方が調度品が良かったという証言がある。真珠湾攻撃により太平洋戦争が勃発すると長崎の住民も武蔵のことを公然と話題に出すようになっていった。また武蔵浸水後も第一戦台はすだれで隠されており市民は武蔵がもう一席いると噂していた。造船所で発生した夜間火災で すだれ越しに巨大艦の姿が浮かび上がり人々を驚かせたが、これは第二仙台で建造中の空母巡洋であった。また、当時の武蔵の看板上を看板士官が自転車で移動していたという逸話が残っている。スクリューの取り付け等の最終偽装は、佐世保交渉に本館のために整備された第7ドックで実施された。 完成直後の武蔵を捉えたもので、昭和17年6から7月に行われた、講師運転の期間中に撮影されたとされる。館内には、武蔵神社があり、ご神体は、武蔵区に氷川神社から分霊したものだった。位置は上館般右間、長官室、官庁室前の通路上である。竣工式に、氷川神社の館主が招かれており、また、伊勢神宮、 長崎諏訪神社の系列者もあったとされる。1943年2月11日に武蔵は、大和から、連合艦隊機関の座を譲り受けた。二番艦でありながら、この抜擢は、連合艦隊司令部施設の要求が反映された、ゆえであったと考えられている。武蔵は、連合艦隊機関になった最後の戦艦であり、太平洋戦争期間中に一番長く、 連合艦隊機関を務めた艦でもある。しかし、トラック諸島白地からは、動くことはなく、機関となっても戦いの最前線に立たなかったことから、当時の将兵たちが山和を、大和ホテルと揶揄していたように、武蔵も、武蔵五店、武蔵旅館と陰口を叩かれるようになっていた。4月18日、連合艦隊司令長官山本五十六が戦死、うがき、 マトイ産傍長も重傷を負う。公認の連合艦隊司令長官には小賀峰一大将が任命され、小賀長官はトラック白地に移動して武蔵に正機を掲げた。トラック島に停泊する二隻の大和型戦艦。5月12日、連合軍はアッツ島に上陸を開始する。連合艦隊の主力艦艇は東京湾に集結することになり、これを機会に、 昭和天皇の武蔵行行の予定が組まれる。5月17日、武蔵と同行官邸はトラック白地を出発する。22日、武蔵は山本玄水の遺骨とともに東京湾に到着した。1943年5月23日、戦死した山本56長官の遺骨を内地へ届けた武蔵翌日、玄水の遺骨は東京駅に到着した。 6月24日、昭和天皇が武蔵に行行し、館内を見学した。7月31日に武蔵は日本を立ち、8月5日に再びトラックへと到着し、訓練が続けられた。翌年の1944年2月10日にトラック白地を立ち、15日に横須賀に帰還。海軍はトラックが落ちたことから、西カロリン諸島のパラオに、 根拠地を移すため、24日には武蔵は三陸軍、上陸部隊と5000トンもの大量の物資を積んで、横須賀を出て、29日に到着した。そして3月29日、パラオに迫るアメリカ軍に対し、連合艦隊司令部を陸上に移すため、干渉を出て、ダバオへ移動中、米潜水艦タニーの来撃により、魚雷一本を艦首部に受け、勝破 2600トン余りの浸水を許し戦死者7名、負傷者11名を出した。2日後の31日、小賀長官の事故による行方不明に伴い、帰還の任を解かれ、日本に帰還することになった。1944年4月に帰国した武蔵は、修理を兼ねて、改造作業が行われ、アゴ作戦に向けて航空機に対抗するために、 左右両弦複砲を撤去し、そこに広角砲用砲台が設けられたが、0手置き海戦までに広角砲増設工事が間に合わず、2 5ト、mm、ル三連装機銃を計6機増設している。このため、ヤマトとは、並装が異なり、対空能力を向上させる改造が加えられたが、日本海軍の主たる対空砲である1 2 7トル砲の、 増設は叶なわなかった。心臓時より、対空攻撃能力が増したものの、秋月型駆逐艦の、超1 0センチメートル砲どころか、1 2 7センチメートル砲すら、増設できないほどに、日本の国内事情も逼迫しており、25mm 基準の増産によって、それをカバーする対策となった。4月22日に改造を終え、5月10日に、 テスト運行を終わった後16日に、武蔵は、タウイタウイ白地に着き、約1ヶ月の訓練の後、6月10日に白地を立ち、パチャン島白地に待機し、美役島に上陸するアメリカ軍を攻撃する、今作戦に向けて動こうとしていたが、13日に、アメリカ軍がマリアナ諸島を進行目標に選んだために作戦が中止され、武蔵は、 他の艦艇と共に16日、ヤマトと共に戦列に加わり、マリアナ沖海戦に参加した。ヤマト、武蔵を主軸とした、戦艦部隊が、機動部隊前方に配置され、後方の小沢機動部隊の空母艦隊の盾となるべき、効果を期待されたものの、米攻撃部隊は、戦艦部隊をやり過ごす形で後方の空母部隊を、攻撃、大砲、昇格、批養といった。 主力空母3隻を失い、機動部隊も VT 新艦や新式レーダーによるアメリカ軍の攻撃による帰り討ちに遭い、実質的に日本機動部隊はここに壊滅、戦艦部隊は当初の目的たる機動部隊の盾になる目論みが崩れ、全く被害を受けることすらなかった。大和、本郷、春名や一等巡洋艦類と艦列を組んでいた武蔵は、 空母部隊に向かうアメリカ軍機に対し、対空46センチメートル砲を放ったものの、撃墜及び、撃破数は二十数機ほどに止まった。レ手置き海戦直前、10月21日に、ブルネン白地に集合した、日本戦艦軍。手前が、戦艦長と、そして、右から従順洋艦最上を挟んで、 戦艦武蔵、大和だとされるブルネーを出航する、武蔵10月22日、ブルネーを出撃する、栗田艦隊。右の長門の前方が、武蔵で、そこから奥に向かって、大和春名金イ号と、高尾型重巡洋艦4隻。この海戦で武蔵は、栗田武雄中将式の日本軍第一遊撃部隊、通称、栗田艦隊に所属し、 第一戦隊の一艦として、大和、長戸と行動を共にした。この時、長戸の水上偵察機2号機が武蔵に移され、長戸の整備兵7名も共に異常している。対空噴進砲を単焦燈の部分に、片弦一機ずつ積んでいたという証言もあるが、実証する資料は発見されていない。証言によれば、0手置き回戦前に死者が行われたものの実戦では、 分身法への兵員の配置は行われず一度も使用しなかったとされる。リンガ博地では米袋に砂を入れて土のうとしたものを基重台の周りに積み上げるなどの出撃準備を行った。9月25日、池田貞ダ中佐から狩谷アミ中佐へ公会長、交代。10月1日、上院にシンガポールへの休暇が許され、シンガポールへの移動には、 長戸が使用された。10月18日輪画白地を出撃し、10月20日にブルネーに入り泊した。この時、武蔵だけは塗装を塗り直したの噛みより明るい銀ネズ色となった。歌手官兵の中には、官長4代副長2代の師匠族として演技を担ぐ者もおり、武蔵はおとり官なのだと不安になる兵もいた。 たた艦からも縁起が悪いいと見なされていたようであるこの塗装が艦隊の命令なのか、可燃物である塗料を始末しようとする武蔵首脳の独自の判断なのかは不明。野村次郎は、チョコ艦長から、山和も一緒に、外弦を塗り直そうと誘われ、作戦が終わってから塗り直すと断っている。10月22日、武蔵はブルネーを出撃した。 しかし10月23日、栗田艦隊は、パラワン水道を通過中に、米潜水艦ダーターとデイスの攻撃に遭い、従順洋艦アタゴ、マヤが沈没、タカオが大破した。武蔵は、駆逐艦周僧が救助した、マヤの乗組員769名を収容する。以前から第二艦隊司令部は、機関設備の整った。 大和型戦艦に機関を移す、要連合艦隊司令部、軍令部に申請していたが、思いもよらぬ形で実現することになった。だが、司令部通信兵が各艦に分散したため、栗田艦隊の通信能力は、後の戦闘で混乱した。例ておき海戦における、渋谷海海戦において、ウィリアム・ハルゼー大将、マーク・ミッチャー中将率いる。 第38任務部隊は4つの空母軍を持っていた。第1空母軍は補給のため後方におり、第3軍が最も北側、第2軍がサンベルナルジの海峡東 90km、第4軍がサマール島南端に配置されていた。武蔵をはじめ、栗田艦隊を襲撃したのは、第2軍、第3軍、第4軍であった。戦闘状況を伝える。 主な一時資料として貴重な戦闘商法であるが、霊典機海戦における軍艦武蔵戦闘商法には疑問を指摘する声がある。帝国海軍技術大尉だった内藤発穂によると、世界の艦船ナンバー512大東亜戦争における旧海軍の戦闘商法において武蔵の戦闘記録を 栗田艦隊各艦戦闘商法やアメリカ軍の記録と称号した結果、疑わしい点が多々あると指摘している。沈没位置は、駆逐艦の真相が記録した、統計122度41.5分、北緯12度48分とずれており、司法発射時期も生存者や他艦の記録と異なり、さらに、栗田艦隊各艦の空襲記録とは、開始時間と回数のそれぞれが違う。 例えば、武蔵は13時15分の第5次空襲で、大和と長戸に敵機集中攻撃としているが、長戸では同時刻空襲を第3次空襲と記録した上で、発砲したのは13時37分、発砲停止は14時11分である。内藤は、武蔵の記録は創作戦闘商法に近いと表し、今のうちに叱るべき証言者を得て、 しかるべき中期を原子量に重複しておかなければならないとしている。戦艦武蔵建造記録でも、栗田艦隊各艦の報告と武蔵の報告が一致しないことを指摘し、戦死総書をもとに戦闘記録をまとめている。武蔵の戦闘商法が曖昧となった最大の理由は、第一環境への直撃弾で、航海部と信号部が全滅し、彼らが記載していた。 戦闘記録や功績図、信号記録が消失したためである。第一環境全滅後に信号部の先人となった細谷四郎は、武蔵氏の高級将校が早々に内地に戻ったために、戦闘商法に貸し官兵の証言を取り入れなかったためと述べている。なお、武蔵氏の戦闘商法の、冷達報告等の項目には、防失につき誤あるやも知れずの宙が付けられている。 10月24日、渋谷海でアメリカ軍艦再起の攻撃を受けるムサシ。猛炎を上げるムサシ。魚雷による水柱が環境の高さを超えている。被弾しながらも前進するムサシ。後方に影ウ型駆逐艦が見える。黒煙を上げているムサシ。左に旋回行動中のヤマトと、妙高型重巡洋艦、右側に、 高尾型重巡洋艦と混合型戦艦が確認できる。アメリカ軍艦載機の攻撃後、沈みつつある武蔵。第一手法塔前の艦艦は波に現れているが、煙突の肺炎から、機関は無事であることがわかる。午前6時32分、武蔵は、距離4 0トルに、敵味方不明飛行機を発見した。午前8時20分、栗田艦隊は、 第38任務部隊作敵隊第2軍作敵機に発見された。イントレピッドの爆撃隊モートエスリック中佐は戦艦4隻、従順洋艦8隻、駆逐艦13隻と報告する。ブルハルゼーの異名を持つ積極的な性格のハルゼー大将は即座に攻撃命令を下した。このアメリカ軍の動きに対し日本軍は第6基地航空部隊が 第38任務部隊第3軍に冷戦111機、市電11型11機、水星12機、99式艦爆38機、天山八機という規模の攻撃隊を送り込んだ。この攻撃隊は、アメリカ軍の的確な迎撃により壊滅し、空母に対する戦果は、軽空母プリンストンの撃沈のみだった。 SX 隊だけで、F6 回戦闘機1機の損失と引き換えに、海軍の零戦27機、一式陸上攻撃機2機、夜間戦闘機月光1機、天山2機、99艦爆4機、銀河1機、水星1機、陸軍の一式戦3機、三式戦1機撃墜を記録している。午前9時30分、3機の紹介機型 B-24 爆撃機、 pb4y-1 が、栗田艦隊に接触し、武蔵の見張り員が発見した。武蔵の左限降格砲戦艦混合、従順洋艦地区間が発砲した。同時に、栗田中将は武蔵に通信妨害電波の発信を命じた。10時頃、大和と軽順洋艦の野代が、約1 0 0トルに、アメリカ軍機40機を探知する。10時26分。 第一次攻撃隊45機が攻撃を開始する。この時点で、井口は、法術長の司法発射要請を拒否して、司法発砲を許さず、複砲で迎撃させた。予定されていた、海軍基地航空隊の援護が、天候不良という理由で取りやめとなったことに、武蔵のチョコ艦長は嘆いていたという。第一次空襲では、 小型爆弾一発が武蔵の一番四方塔天外に命中し、室内塔が傘ごと落ちた。六機の雷撃機による攻撃では、魚雷二本が艦艇を通過、一本が武蔵の右舷中央に命中、第7、第11艦室に漏水が発生したが、これは、機関貨幣が釜の熱気で大火けを負いつついった、応急作業で食い止めた。 武蔵はバルジへの浸水で右弦に5.5度傾斜したが、左弦への注水でバランスを取り戻した。この飛来衝撃で、環境トップの98、式季方位板照準装置改め1の台座が歪んで、旋回不能となり、全手法塔の統一射撃が不可能となったとされる。その後は、それぞれの手法塔に設置してある照準システム及び、 後部環境の予備システムで射撃を続行した。ただし、手法包囲板に、もともと対空射撃の機能がなかった可能性がある。なお、被弾ではなく手法聖車の衝撃で、包囲板が故障したと証言する上院もいるが、公式記録によれば第一次空襲における手法の、発砲はない。また、手法発射の衝撃に耐える、包囲板が、 魚雷一本の命中で故障するなどあり得ず、高速急転打の連続による艦隊振動が原因と考える上院もいる。さらにイントレピッド攻撃隊のビルバン・アントワープライ撃隊隊長は、武蔵艦首に魚雷を命中させたと証言している。武蔵は艦首に資金弾と記録した。11時15分、武蔵は、 来撃機5機の強撃を受け4本を避けたるも1本右限後部に、命中、右12、14区に浸水した。激動により、手法包囲板戦回不能となり至る他故障なし。滅した詳細調査中と、艦隊司令部に報告する。11時36分には存在しない米、潜水艦からの来撃を回避し、11時57分に、 ダッシュール最大速力26ノットと報告した。12時6分、空母イントレピッドからの第2次攻撃隊33機が攻撃を開始した。アメリカ軍機は、クリタ艦隊外周の駆逐艦、巡洋艦の対空砲火をくぐり抜け、武蔵に殺到していった。 砂糖の原因について、冷て置き海戦を主軸にした書物などでは、林画白地において武蔵だけが塗装を塗り直したため、一番目立っていたのも要因とされることがある。46センチメートル四方三式弾9発発射。事前ブザーがなかったために、多くのパイ員が爆風を受けたという。被害は、左玄に、魚雷三本、艦首都、艦中央部に、 爆弾2発というものだった。両艦も武蔵の被害を目撃しており、大和は12時11分、武蔵に複数の魚雷が命中した時に発生する水柱を認めている。その武蔵では指揮装置の故障で、広角砲の一斉射撃ができなくなり、各砲個別照準となって命中率が低下した。左玄中央部に命中した爆弾は、甲板二層を貫通して、 中間パン平因室で炸裂した。爆風が通気口を通じてタービン室に突入し、蒸気管が破損したために内側の一つの機械室内が高温となって使用不能となる。武蔵は三軸運転を余儀なくされ、最大速力は22ノットに落ちた。一番、二番手法は、魚雷命中による弾薬庫の直接の被害はなかったが、 庫内温度が上昇し、弾薬庫に注水作業をしたため使用不能となったと、する文献もある。ただし、武蔵の一番砲塔中央砲で三式弾の事故が発生して、射撃不能になったものの、二番主砲塔三番主砲塔は、空襲が終わるまで射撃を続けている。また、資金弾による弾片やアメリカ軍機の機銃装車が、甲板上の機銃兵員たちを殺傷した。 武蔵の甲板に備え付けられている 25mm 対空機銃のほとんどは外気にさらされており 46cm 手法発砲の爆風から対空兵器と法員を保護するシールドもアメリカ軍の F6 回ヘルキャットが6門装備するブローニング 12.7mm 重機関銃の装車やロケット弾攻撃の前では無力だった武蔵の乗組員の中にはアメリカ軍が 半長爆撃を行ったとする者もいる。13時13分、武蔵氏は、司令部に、以下の報告を行う。手法法違反旋回不能、予備番にて射撃可能。1番砲塔中3式自爆により使用不能。第2に機械室蒸気噴出左内軸使用停止。3軸運転、発揮しうる、速力22ノット。第2次空襲と、 第3次空襲の間に1時間ほど小休止があったため、武蔵では、チョコ艦長の指示により戦闘配色が配られた。13時30分、ミッチャー中上期卒第3軍の空母エセックス、レキシントンを発進した第3次攻撃隊83機が、栗田艦隊上空に到達した。エセックス隊が第1部隊輪慶陣レキシントン隊が第2部隊輪慶陣を攻撃した。 アメリカ軍機が撤退するまで武蔵は、魚雷5本、爆弾4発、資金弾2発を受けた。武蔵は浸水と傾斜復元のための注水で艦首が、水面近くまで沈み、速力が低下した。大和を中心とする第一部隊から落語し、今後を中心とした第二部隊に追いつかれていた。なお、第二環境勤務の細谷は、 武蔵が初めて手砲を発射した時刻を13時57分頃としている。第2部隊の軽二洋艦や萩も13時54分に、武蔵発砲、長門も14時6分に、武蔵砲撃始むと記録している。14時15分、第4軍の空母フランクリンから発進した第4次攻撃隊65機が来襲し、ヤマトに爆弾一発が命中した。 一連の攻撃で、フランクリン攻撃隊が武蔵に爆弾4発、魚雷1から3本命中、軽巡洋艦一隻撃沈を、主張、14時45分、重巡洋艦トネの真泉ず春の艦長は、鈴木義夫中将に、武蔵に近寄る雷撃機を撃つため近寄られては、いかがと意見具心する。20分後に、トネはしばらく、武蔵の北方にありて、 敵機の来週に備えようとの返信があったが、これは、トネ短官で武蔵を護衛せよという意味であり、マユズミは鈴木をののしっている。それでもトネは武蔵に寄り添い、駆逐艦の真相と共に護衛を開始した。14時50分、武蔵は、ヤマトに大使以下の報告を送った。射撃能力は外法以外差したる故障なし。 両弦防水区画ほとんど全部浸水または注水のため速力を出し得ず。出し得る、速力20ノットの見込み14時53分、栗田中将は、武蔵平一慶語、戦闘力発揮に、支障あり。武蔵は、真相を不使用すれば、コロン島、経由魔皇神へ向かえと命じた。栗田中将が武蔵に撤退命令を出す中、 第4軍空母、エンタープライズから発進した、攻撃隊が、栗田艦隊上空に到達した。武蔵もこれを探知し、14時50分に、アメリカ軍機70接近中と報じ、さらに14時54分、旗流信号で、飛行機20機発見を知らせた。5分後の14時59分、第2軍空母の、第3波攻撃隊30機が来襲した。この頃、 渋谷安島やボアク島では、地元漁師たちが、山の中原から、島のような巨大戦艦と、アメリカ軍機の激しい戦闘を観戦している。エンタープライズ隊は栗田艦隊が変身し、戦艦武蔵、巡洋艦一隻、駆逐艦一隻が西に向かって分離する光景を見た。ロケット弾を装備した、ヘルキャットがトネとシンを狙い、急降下爆撃機と雷撃機が武蔵を狙った。 アメリカ軍機から観察すると武蔵は油を引いているだけで火災も起きておらず艦隊も水平だった。だが、武蔵は注水と光なりにより大量の海水を飲み込んでおり動きは鈍くなっていた。武蔵は回避行動もままならず、武蔵被害類化せるごときも詳細不明というほどの損害を受ける。特に全部環境防空識書に命中した爆弾は 防空指揮所看板、第一環境、作戦室看板を貫通して爆発。爆風が第一環境へ逆流し、武蔵幹部たちを殺傷した。防空指揮所では、校舎長の広瀬英介少佐、即敵長の山田武雄大尉を含む13名が戦死、チョコ艦長を含む11名が負傷する。チョコ艦長は右肩に重傷を負うが、指揮を続行した。 作戦室では前日救助されたマヤ副長の長い、低蔵大佐とグニを含む5名が、戦士、2名が負傷した。そして第一環境では、カリーやミノル公会長を含む39名が、戦士、8名が負傷。加藤副長が指揮を継承し、三浦徳志郎通信長が、臨時の公会長となった。エンタープライズ攻撃隊は戦闘レポートで、 武蔵に千ンド爆弾十一発、魚雷八本命中、重巡洋艦に爆弾命中、駆逐艦二隻撃破、または撃沈を主張する。アメリカ軍機は艦首が沈下し、大火災を起こして完全に停止した武蔵を目撃している。またトネには爆弾二発が命中、消火災が発生した。真相にも一番発射艦に小型爆弾一発が命中し、 最大発揮可能速力が24ノットに低下した。最終的に武蔵は、爆弾10発以上被弾、魚雷10本以上をひかみなりした。軍艦武蔵戦闘商法では、魚雷命中20本ひかみなり、爆弾17発命中、資金弾18発と結論付けている。生存者が戦後に結成した、武蔵戦友会は、右限に5本、左限に20本以上。 合計33本と推定した。缶の全部に著しい浸水を見た武蔵は、前後の傾斜差が8メートルを超え、全部手法の一番、低い箇所は波に現れるほどになった。このため必死の浸水防止の対策が取られた。大和からは、左に15度傾斜した武蔵の姿が目撃されている。武蔵は15時30分に、 火事取引電源切断による我が火事故障を報告し、長戸が確認した。第7号発電機タービンを担当していた玉沢兵装は、被害の累化とともに次々と発電機が使用不能になり、最後の第7発電機も第5次空襲で停止、ソーダ不能になったと証言している。それでも、約30分後には直接ソーダが可能となった。 武蔵は復旧作業を行いながら、従順に洋艦東根、駆逐艦島風、深層、浜風に伴われて栗田艦隊から分離し、コロン湾ンを目指した。武蔵は大損害を受けながらもわずかながら戦闘力を維持しており、16時55分にはアメリカ軍機を撃墜したという。宇垣まとい第一戦隊司令官は著作、戦争録に、本藩天において、機械の片腕たる。 武蔵の傍らを嗅ぐ。損傷の姿痛ましき限りなり。すべての注水化のオブは満水し終わり、左限に、傾斜10度くらい、五文章は表しいるも監視突っ込み、砲塔前の上甲板最低線ようやく水上にあり。慰めの言葉も適当なるもの即座に出ぬなりと、述べている。うがきは十六時十四分、全力を尽くして、保全に努めよ。 17時5分、自力または、栄光にて、遠距離移動不能なる場合、一時付近島陰、適当なる新書に栄光干渉、のし上げ応急対策を講ずることを研究しおけと、命じた。栗田中将は、第一遊撃部隊戦闘商法にて、すなわち、敵機の空襲は蓄時その頻度と来週期数等を増大するに反し、ラモンを呼び、 レガスピー方面的機動部隊に対する、我が航空攻撃の成果未だ見るべきものなく。他方我が機動部隊本体の牽制攻撃その実行、なき等各部隊の共同は結実するに至らず。ために第一流撃部隊の孤立奮戦となりいたずらに、被害累増するとともに、現在のまま投進せば、日没前渋谷海東方の協調海域において、 敵機の攻撃を受けくる恐れありと述べている。宇垣も、すなわち武蔵は、大和を救い、船隊のみならず、艦隊全般を、自らの犠牲において、援護救出せるものと言わざるべからずと記した。武蔵は、各艦隊、航空部隊の連携不徹底から結果として、チョコ艦長の遺書にあるように、栗田艦隊被害担当官となり、致命傷を負ったのである。 17時37分、武蔵は、真相に、以下の命令を信号で伝えた。極力本館をコロン島に開港せんとす。本館無限機会使用可能そうだ可能。日没地震層による、完備栄光そうだを試みんとす。島風は便宜警戒に当たられたし、すでに電気を使用する通信機は使えなかった。18時、宇垣中将は、 大和の単焦灯を用いて、自力航行可能なりやと問い合わせる。すると15分後に、武蔵から、右玄内軸のみ、運転可能、操だ可能という回答があった。この時、武蔵側で応答した細谷は、我機械6ノット可能なるも、浸水傾斜を早め全更新不能だったと、回想している。宇垣は翌朝まで持ちこたえられるかもしれないと見ていた。 18時26分、栗田中将は、浜風は、武蔵艦長の命を受け道艦の警戒にあたれ、島風の武蔵警戒任務を解くと伝える。18時30分、駆逐艦島風が、武蔵左限に横付けし、上艦していた、従順洋艦マヤの乗組員607名を、収容した。だが、マヤ市艦4名、下士子兵四41名が武蔵の復旧作業に、 従事するため残留している。島風は武蔵から離れ、トネも、眉積艦長の再三の、ここにいるもいかんともなしがたきに、不決戦に参加しうる、養護岸椅子という要請によってくれた艦隊に、復帰した。この時、トネは、チョコ艦長に対し、ザイドリッツの戦霊に鑑み監守浮力の保持に、努められよと信号を送っている。 ドイツのジュニオ戦艦ザイドリッツは、第一次世界大戦のユトランド沖海戦で、ひかみなりし、艦首が沈降したが更新して、港に戻り座礁した。マユズミ艦長はムサシがこの戦艦をなぞることで、沈没を免れることを望んだのである。一方、ムサシでは防水作業、復旧作業が続いていた。艦乗り民の複数の手記と証言が残っているが、 これほどの被害を受けながら、火災の方はすぐに沈下したらしく、戦闘終了後に火災が継続している描写はない。左源への傾斜を復旧させるため、左源種怒りの懐中投機が行われ、機銃の残骸や雪原用の器具、負傷者や遺体といった重量物を右限に移す作業も行われた。これらは、傾斜がひどくなった時に、一斉に、 甲板上を右舷から左舷に滑落し巻き込まれ死亡した乗員が少なからずいた。艦内での排水作業では、角材がマッチ棒のように折れ、鉄板がベニヤ板のようにしなると、水圧との戦いの凄まじさが伝えられている。浸水した機械室も排水作業が試みられたが、浸水は減るどころか増える一方だった。乗組員の間では、 不賃艦と信じてきた武蔵が沈没するかもしれないという不安が広がった。傾斜復旧のための注水作業が行われ、沈没の直前には、機械室及び右舷の艦室6個のうち、外側の3つについて加藤副長より注水作業の命令があった。艦室に関しては、少なくとも1つが機関貨幣によって、実際に艦艇のバルブが開かれた。 しかし、理由は不明だが一滴の水も出なかったという。大坪は、機械室の注水弁を開き、注水作業に成功した。ただし、満水になるまでかなりの時間が必要なので、どの程度の効果があったか不明である。19時5分、第二環境に、チョコ館長、加藤副長、腰の宝術長、工藤内務長、中村機関長、三浦通信長、 佐野義雄少尉、細谷、井上が集まった。チョコはカトに衣装と片身のシャープペンシルを渡すと、第二環境下の海図室に降りていった。19時8分、浜風は武蔵から、至急武蔵の左源に横付けせよという信号を受け取る。真相も、横付けせよという手旗信号を受け取る。だが、巨漢の沈没に巻き込まれることを恐れた領艦は100メートルまで。 近づくのが限度だった。19時15分頃、武蔵は左傾斜12度となったため、加藤副長より総員上甲板が発令され、乗組員は後部甲板に集合した。反壊したマストから軍艦機が降下されて間もなく、武蔵は急激に傾斜を増した。総員退去命令が発せられ、乗組員は脱出を始める。たまたま環境を振り返った。 数名が、環境機関板で脱出者を見送る、チョコ艦長を目撃した。19時35分マイナス40分、武蔵は、完全に転覆、水中に入った煙突から、炎と白煙が上がり、しばらく玄関艇を上にして浮いていたが、やがて水中爆発音2回があって艦首から、沈没した。この爆発は艦室のボイラーが、水蒸気爆発を起こした。 手法弾薬庫の弾薬が転覆による衝撃で誘爆したと諸説ある。建造期間1591日に対し、武蔵の慣例は821日だった。海に飛び込んだ乗組員は、武蔵沈没時の大渦に巻き込まれたり、水中爆発により圧死したりした者も,もいたと言われるが、随伴していた駆逐艦の真相、浜風に、 約1350名が救助された。真相は25日午前1時まで、救助作業を行ったと記録している。武蔵の沈没に伴う戦死者は全、乗組員に1399名中、井ノ口里史平艦長以下123名、生存者は1376名、長戸派遣歌詞官兵7名。さらに沈没までの対空戦闘で、 前日米潜水艦の来撃により沈没し、救助されて、武蔵に移乗していた、マヤの乗員も117名が、犠牲になっている。戦闘商法には、当時便乗しおりたる、マヤ乗員はそれぞれ固有戦闘配置に応じ武蔵の、戦闘力を増強する配備につき極めて勇敢に、奮闘努力しその功績顕著なるものありしことを、特筆すと記された。 駆逐艦磯風の水雷長が撮影した、完全砲が半ば海面下に没した写真は、武蔵最後の姿として有名である。武蔵は、アメリカ海軍機の攻撃により、推定雷撃20本、爆弾17発、資金弾20発以上という猛攻撃を受けたが、完全部を、主に両原の浸水がほぼ均等で、当初左右方向への傾斜がわずか、または、 復元可能であったこと、アメリカ軍の攻撃に時間差があったため艦隊の沈行に伴って、飛来箇所がずれていったこと等が影響し、被弾数に比べて長時間交戦できたものと推測される。ちなみに、アメリカ軍は、この戦闘を教訓として1945年4月の天一号作戦時の山とへの攻撃を左減に集中させたとされるが、アメリカ軍側に、 それを実証する資料はない。チョコ艦長は、機銃はもう少し威力を大にせねばと思う。命中したものがあったにもかかわらず、なかなか落ちざりき、申し訳なきは、対空射撃の威力を十分発揮しえざりしこと。という言葉を副長に託した手帳に残した。逆説的な意味で、武蔵は、航空機の前では無力だったとする見方もある。武蔵と同じく、 栗田艦隊に所属し、10月24日午前中の、アメリカ軍機攻撃で光のありし落語した、従順医療艦妙高では、このような所見を述べている。原油対空射撃兵器をもってしては、これをいかほど増強しいかに教育訓練に努力するも、その到達するところの射撃実力には、限界あり。最も原油の対空射撃兵器の性能は、手法、広角法、 機銃共に極めて貧弱にして、喧嘩の複雑困難にして熾烈なる、対空戦闘には通じるものにひず。武蔵の沈没は、姉妹艦山との将兵にも影響を与えた。宇垣はこの時のことを、戦争録に、ああ、我が半身を失えり、誠に申し訳なき次第とす。去りながらそのの倒れたるや山との身代わりとなれるものなり。今日は、 武蔵の比喩にあるも明日は、ヤマトの番なりと記した。ヤマト型戦艦は、日本軍航空隊が制空権を掌握した上で、その援護下で艦隊決戦を挑むために開発された戦艦である。味方航空機の支援が一機もなく、逆に、日本軍航空隊が壊滅した状態で100機以上の敵航空機から集中攻撃される事態は設計者たちの予想を超えていた。 ヤマト型戦艦設計者の一人である、牧野茂は、絶対的不沈艦などあり得ないと前置きした上で、味方に、航空兵力が存在する戦闘で、相対的不沈艦とすることは望ましく、ヤマト型戦艦は概ねその成果を達成したと、述べているが、それが当初予定されていた、そうした戦術に結びつかなかったことが、丸裸で航空機の標的にさらされた現実に出て、 いるとも言える。武蔵最後の戦闘記録は、第一環境が全滅したこともあって不明な点が多く、現在でも謎が多い。副長の加藤健吉のメモによれば、巨雷命中、右玄に8本、左玄に15本、爆弾の直撃17発、資金弾18発である。副長月信号兵の細谷士郎によれば、右玄に5本、左玄25本である。 右舷に5本の根拠について、細谷は、武蔵の転覆時に、横倒しで水平となった、右舷側面水線下を歩き、そこに魚雷による、箱を5つを確認したからだとしている。一方アメリカ軍は、爆弾命中44発、ロケット弾命中9発、魚雷の命中25本、相当下数161発中命中78発と、記録した。 武蔵の沈没の直接原因は多数の魚雷命中による大浸水である。特に一番手法等より前の非防御区画は魚雷が4から5本命中したために全部浸水してしまった。一方後部区画には魚雷の命中は右玄後部に5本のみと比較的少なく浸水はほとんどなかったようである。またバイタルパート内部においては左舷外側主機質や 第12艦室への浸水、水没が確認されている。外側右元外側艦室の一室は、魚雷攻撃により、隔壁からの漏水が発生し、防水処置をしたものの、その後の魚雷命中の衝撃で、打ち込んだ草びなどがすべて吹き飛ぶなどしたために、最終的に乗員は腰まで海水に浸かった。もう一室についても感情な浸水に見舞われたが、 隣室への防水扉を駆動する。電気回路が故障したため、彼らは脱出不能となった。天井に穴を開ける作業が行われたが、非常に厚い走行板だったため全員歴史した。内側の6室の間室には浸水はなかった。右側外側の間室は別記したように、戦闘終了後に傾斜復旧のため、注水命令が加齢されている。4室ある機械室も、 最終的に3室まで浸水が確認されている。甲板2層にわたる巨大な空間が満水になることで、乾の浮力とバランスが失われた。4列ある、機関区の外側の区画も、度重なる、同一部位への魚雷命中により、バルジや水面下層甲板を破壊され大浸水をきたした。 核壁の破壊を逃れた区画も、船体の沈下に伴い通気口などからの感情な浸水に見舞われた。アメリカ軍は、主要防御区画を守る20度傾斜 410mmVH 交番と、下場の NVNC 交番との接合部分に構造的問題があり、主要防御区画への浸水遮蔽が不十分だったと指摘している。一方で、 魚雷一本の光なりで深刻なダメージを受けた、巡洋艦に比べ、戦艦が極めてタフであり、容易に撃破できぬ艦種であることも明らかにした。戦艦武蔵建造記録では、よくぞここまで耐えたと記している。大和型戦艦は、予備浮力が多く確保され、その日は、長戸型戦艦の1.5倍あり、同時期の他国の戦艦と比較しても浸水に対しては、 余裕を持った設計になっている。7万トンを超える巨漢にしては、小型軽量設計が特徴のヤマト型だが、この小型化がさらに浮力余裕を持たせられなかったとも言われる。戦艦武蔵建造記録では、沈没時の浸水3万5千トン、浮力は2万2450トンと推定し、沈没原因を復元力の喪失と結論づけている。しかし、 これだけの猛攻に耐えた武蔵だが一方では電気溶接を採用しなかったことが弱点になっていたとも考えられている。日本海軍では第四艦隊事件で電気溶接が船体の脆弱化を招いたと責任転嫁的に結論付けられたためその後船体建造にあたって最新技術である電気溶接の採用を制限し 従来通りのリベットによる接合に逆戻りするということが起こっていた。2016年放送の NHK スペシャル、戦艦武蔵の最後から映像解析知られざる真実からでは、三菱長崎造船所が提供した武蔵の資料を分析したところ、電気溶接でなく、旧来のリベット打ちによる、 装甲板のつなぎ止めが平井時の衝撃によって抜け落ちるか、もしくは折れる等の破損によって装甲板のつなぎ目部分が外れ、そこから大量の海水侵入を招いたとする説を取り上げている。これは、後の大和や1ヶ月後の空母に改造された姉妹艦シナノにも平井時に同じような形で作用し、沈む要因を作っている。 旧来広法に頼りきりだった日本の嫌韓技術力限界も沈没要因の一つであり、頑強な戦艦といえど航空機の継続的な攻撃の前に屈することは皮肉にも日本海軍が新自慢攻撃によるアメリカの戦艦であるアリゾナ、オクラホマ、ネバダ、ウェストバージニアと2日後のマレー沖海戦でイギリスの戦艦であるプリンスオブウェールズと レパルスという多国戦艦軍を沈めたことから始まり、それは、武蔵の半月後のドイツの戦艦であるティルピッツ、さらに、半年後のマトの最後でも証明された形になった。昭和天皇行行の際の記念写真。対空機銃設置前10月25日、駆逐艦清掃と浜風に乗った、武蔵の生存者は、マニラ海軍病院分院に収容された100名を、除き、 フィリピンのコレヒドール島に上陸した。彼らは加藤健吉副長の名字をとって加藤部隊と呼ばれた。負傷者数名が従順妙高に上官してシンガポールに向かったが、彼らの運命は不明である。コレヒドール島の生存者たちは食料、医薬品も満足に与えられず厳しい環境に置かれていた。その最中、 加藤副長や武蔵幹部将校が残務処理手続きとして司令部に向かったまま日本本土に帰ったとの連絡があり指揮官たちを失った加藤部隊では暴動寸前の事態になったという一方で加藤副長は南西方面艦隊司令部の有馬薫少将と会議を行い輸送船の3とすまるで420名の日本帰国を 決定したと証言する主観もいる。11月25日午前1時、サントスマルは、第38号小海艇、第102号小海艇、第33号区船艇に護衛されて、バシー海峡を通過中、アメリカの潜水艦アトゥルの魚雷攻撃を受けた。この攻撃で、魚雷2本が命中し、大爆発を起こしたサントスマルは、船体が切断して沈没した。 第38号昇海艇も沈没したため、救出されるまで時間がかかった。結果、沈没と長い漂流によって、武蔵の生存者420名中300名が戦死した。救助された120名は、台湾の高尾警備隊に配属されて、終戦を迎えた。12月6日、180から200名が空母巡洋で日本へ向かったが、 巡洋は12月9日にアメリカの潜水艦シーデビルの来撃でひかみなりし、武蔵の生存者を慌てさせた。さらに、佐世保から横須賀への移動中や、横須賀海兵団での隔離生活でも、監視の万兵がついていたという。この他にも傷病者10名が病院船、ヒ川丸によって日本に帰国した。だが、約1000名の武蔵の生存者は日本に戻れず、 クラークフィールド航空基地作業隊に編入された。彼らはそのままフィリピン守備隊に残され、陸戦隊としてマニラ市外戦に参加させられたりしたが、その多くは戦死した。その他の戦線に、戦局悪化の口封じに借り出された兵士も少なく、なかった。生還者は56名だったとされる。エンタープライズの攻撃隊に戦闘機パイロットとして、加わり、 武蔵を攻撃したダニエル・ティ・スミスは戦後少々に進級し、1968年から1970年にかけて在日米海軍司令官を務めた。横須賀に赴任中、細谷城浦、武蔵の生存者と交流を深めている。1977年10月24日、生存者で結成された軍艦武蔵会は慰霊祭を靖国神社で行い、 さらに239名が戦艦武蔵人方面異霊団としてフィリピンに出発した。従順洋艦マヤ主継長として武蔵に上官し、最後の戦闘を体験した長瀬栄一衆議院議員によれば、赤坂離宮で催された荘園で昭和天皇に武蔵慰霊祭のことを告げると、天皇は1943年に上官したことを懐かしんだという。 沈没地点は複数の説が存在していた。副長の加藤大佐が大幹時に記載したもので、戦闘商法に採用されている統計122度32分、北緯13度7部で、この地点の水深は800メートルである。戦後、アメリカ海軍は海底の武蔵を単身機で捜索したが、発見できなかった。駆逐艦機予思が記録した。 東計122度41.5分、北緯12度48分。だが、真相の報告位置を元にした、戦後の水中探査でも、武蔵は発見されなかった。ただし、真相の宝術長は、道館の鉱石字書きは故障していたので、あくまで推測でしかないことを述べている。武蔵ドキュメンタリーを制作した、手塚正美が、渋谷と。 マグディワーク町に取材に赴き、町の北方沖合5キロメートル水深5 0ルに、武蔵が沈んでいるという地元漁師の証言を紹介している。2015年4月に、現地で、洋上慰霊祭が開催された時にも、現地の責任者の将軍から、同様の話が聴取されていた。武蔵の生存者で構成された、軍艦武蔵会が、 昭和50年に発行したアーセンカンムサシに掲載されている対空戦闘功績図をもとに小賀重和が著書に記載した沈没位置。結果的にこの小賀重和が提唱した沈没位置が最も正確であった。沈没地点とされる場所を調査してもムサシが発見されないことから沈んだ時点でもムサシの貫原には なお未浸水の頑丈な防水区画がたくさんあって、それらが、艦に浮力を与えて海底まで沈下せず、艦内に閉じ込められた英霊とともに、渋谷海の蜂の12ノットもある強い潮流に乗って、海中をさまよい続けているのではという噂話も存在した。武蔵自体の公開記録は、環境に爆弾が直撃して第一環境に火炎が吹き込んだために、失われている。 2015年3月2日、マイクロソフト社の共同創業者で、第二次大戦中の軍用機コレクターでもある、ポール・アレンの調査チームが武蔵を、渋谷海の水深1000メートルの地点で発見し、翌日に公式発表した。旧日本海軍史研究家で、ヤマトミュージアムの戸高一聖館長は、艦首の喫下紋章や船を経流するための鎖や、 ロープを通す穴の形状などから、武蔵の監視と考えてほぼ間違いないと話した。また、日米複数の専門家が、武蔵だと断定した。調査には、戦艦、フッドの探索にも使用された、アレンシウの海洋調査船オクトパスが使用された。武蔵の船体撮影は、海底8843フィートまで潜水できる遠隔操作の探査機により行われた。 調査は資料収集や海底の地形調査から始められ、実際の船体発見までは8年の歳月が必要であった。渋谷海の地形は複雑であり、いくつかの海底火山もあったが、それらの山頂部は調査区域が除外された。オクトパスからのマルチビーム海底スキャンによって、沈没地点の候補地は狭く絞られた。2015年2月より、 実際の潜水探査が開始されたが、わずか3回目の探査で武蔵の船体は発見された。発見時には都合によりアレンは現場には居合わせなかった。特定された沈没地点は、渋谷島の薪田川の渋谷海中央部で、真相が記録した沈没地点のやや西側であった。アレンは3月13日に探査機の映像のインターネット性中継を行った。 この映像から艦隊の各部が海底に散在している状況が判明し、調査チームは沈没時に火薬庫の爆発が起こったことなどを分析した。また、観測用水蒸気射出用のカタパルトのマニュアルと思われる日本語の文書も発見された。船体発見が報じられたことを受け、チョコ艦長への墓参りが急増したとも伝えられている。武蔵は、 沈没時に爆発を起こしたために、船体は大きな破損を受けた。船体は一番手法の後方で切断され、大きく二分割した状態で沈んでおり、両者の距離は100メートル程度離れている。大和の沈没時と同様に、機関部に流れ込んだ多量の海水による機関内水蒸気爆発に加え、その爆発が火薬庫にまで及び、その結果艦隊が分断され、 構造物が本体から試算するほどの大破壊が及んだと推察される。環境と船首部分の間500メートルには比較的大きな船体構造物やボイラー、カタパルト、対空兵器のシールド、三式弾などが広範囲に散らばって沈んでいる。複方も一機のみ発見されているが、全体の大部分が泥に埋もれており、 後部のハッチや片方の即居儀などしか確認できない。アレンが公表した映像は一部に過ぎなかったが、NHK は100時間にも及ぶ動画の提供を受け、それらを三次元的に画像データとして再構成し、2016年12月4日放送の NHK スペシャル戦艦武蔵の最後で公開した。読売新聞は歴史的記憶として貴重であり、 後世に残すべきとの特集コラムを掲載した。また、週刊新潮と朝日新聞は引き上げにかかる費用を試算し、巨大な費用がかかることから現実的でないとしている。また、この発見を受けて、自主映画制作も発表されている。有馬薫大佐、1942年8月5日から1943年6月9日。小村慶造大佐。 1943年6月9日から1943年12月5日、朝倉豊次大佐。1943年12月6日から1944年8月11日、井ノ口里史平少将1944年8月12日から1944年10月24日。 戦艦武蔵は2016年8月6日19時30分20時59分に NHKBS プレミアムザプレミアム枠で放送されたテレビドラマ。劇中の武蔵の戦闘シーンなどはロトスコープでアニメ化された。なお、2016年9月3日21時22時13分に NHK 総合において NHK スペシャルで73分の短縮版が放送された。フィリピンの渋谷海で71年ぶりに発見された巨大戦艦は今何を語りかけるのか。戦艦武蔵をめぐって出会った遺族と元乗組員の魂の物語である。現代パート戦時パート大宮氷川神社2017年7月8日。 撮影戦艦武蔵に関するカテゴリー、ありがとうございます。